爽やかな天気に恵まれほぼ超満員に埋まった今日の神宮球場。さあ今日の放送席は素晴らしい人たちに来ていただいています。ご紹介しましょう。今日の解説は元広島カープ4番そして監督も務められましたミスター赤ヘルこと山本浩二さん、そして元阪神タイガース名スラッガーミスタータイガース掛布正幸さん、さらに元ジャイアンツのエースピッチャー江川卓さんの豪華メンバーでお送りいたします。実況は私今井が務めさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。1回の表タイガースの攻撃第1球どうか、初球打ちベタジーニさばいてアウト、すごい倒れてワンアウト。ここでバッターは和田。このバッターは打ってはいけないボール我慢できるタイプのバッターなんですね。ボールの見極めがうまいのでこれだけの打率を残せるんでしょう。バッテリーからすると攻めにくいバッターになりますね。ええ、甘い球は見逃さないでしょうね。投げました、初球打ち取って一塁に送球アウト、ツーアウトになりました。さあ新庄、ここはどういうバッティングですか。ここはもう自分のバッティングに集中すればいいんです。なお1回の表ツーアウトランナーなし、ゆっくり振りかぶって1球目変化球、変化球から入りました。川崎球威の方なんですが山本さんどうでしょうか。そんなに変わらないと思います。ですから思い切って投げていっていいと思いますね。2球目外外れてボール、よく見ました。新庄、話を聞けばスイングに関していろいろと試しているとのことなんですがどうなんでしょうか。こうもいろいろ考えるのもいいんですけどね、自分のタイミングというのが一番大事なんですよ。ですから自分のタイミングをつかむこと、これが先決です。なお1回の表ツーアウトランナーなし、ゆっくり振りかぶって投げました、ストライクツーツー、145キロのストレート。新庄、体のキレを増すために昨日あたりから与えられたダッシュの本数よりも余分に走り込んでいます。大賛成です。やはり下半身がしっかりしないとダメです。左に引っ張った宮本、さばいて一塁に送球、これはアウト。ここでスリーアウトチェンジです。川崎、見事なピッチングで三者凡退に退けました。ヤクルトというチームの強さというのはどの辺にありますか。そうですね、やはり投手になると思いますね。もちろんキャッチャーの古田のリードがあっての投手力なんですが、投手陣の層の厚さが目立ちますね。打席に入るのは1番の真中、このバッターにはバッテリーも要注意でしょう。このバッターはですね、全ての球種、全てのコースをいろんな方向に打てる技術を持っていますから、いかにボールを振らせるか、このあたりをキャッチャーは考えているんだと思いますよ。よく見ました、真中。1回の裏スワローズの攻撃第2球どうか、右に引っ張った取って一塁に送球、これはアウト。ワンアウトでランナーがありません。バッターボックスに2番の宮本入ります。結構コツコツ打つんですが今一つ目立ちませんね。やっぱりチャンスに打てていないところに今一つ信頼という部分が欠けている感じがしますね。練習はすごく真面目に取り組む選手ですから、あとは期待された打席に結果を出すだけでしょう。初球を打った、抜けていきました、ボールはレフト線に抜けていく、宮本シングルヒット。ここでバッターは佐藤、一塁ランナーはヒットで出た宮本。第1球投げました、初球を打っていった和田、さばいて2塁に送球、これはアウト。素早く1塁に打って1塁もアウト、ダブルプレー。1回の裏終了、この回は無得点に終わりました。さあ2回の表のタイガース、掛布さん、これは面白い対決になりましたね。
のバッターに対して